今日はこれからベースを始めたいと思っている方、もしくは少し前に始めてどんな練習をしていったら効果的に上手くなっているのか知りたいといった方に向けて、初歩的な話、一番最初にやってもらいたい練習などについて話を具体的にしていこうかと思っております。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。早速始まりましたけどね、今日は冒頭にも話しましたように、少し、初心者さん向けというかこれからベースを始めたい人向けな感じの話を久々にしていこうかなというふうに思っております。で、もちろんですけども結構経験者の方でもこういった練習取り組んだことないという方も結構いらっしゃると思いますので、よりねベースを上手くなりたいという人に向けて、話をしていこうかなと思っております。でね、もしくは初めて見られている方もいらっしゃると思いますけども、このチャンネルはねなかなか巷では一般的に言われてないですけども、一般的な書物とかやるよりも、まあ、やるよりもというと敵回すことになりますけど、たくさんだと敵回すことになりますけども、より上手くなっていく方法っていうのをギュッと凝縮した各々のレベル、初心者さんからだと小さな階段もたくさん作ってますし、ある程度弾ける人だとより濃い内容だったりとか、その練習をするときはどういう時に意識を、どういうところに意識を向けた方がいいですよみたいな具体的な話をしているチャンネルでございます。なのでもしね今日初めて見られた方とかいらっしゃいましたら、今日の内容を見ていただいて、あ、面白そうだなとか思っていただけた方は、全部のリストも上に上げておきますので、よかったら見てみてください。よろしくお願いいたします。で、今日具体的にどんな話をしていこうかというと、まあ、このチャンネルね、まあ、お箱でもあります話をたくさんしていこうと思うんですけど、まず本当に上手くなるためにはどのような練習に立ち向かう必要があるのか、音楽の物理的な2つの話っていうのを少ししたいなと思います。そしてどのような感じで向き合っていくといいのか、で今日はねそのうちの1個の話を具体的に掘り下げて話をしていこうかなと思います。そしてまあ一応今回2回連チャン企画としてですね、もう1回の方で、もう1個の方を取り上げるというふうな感じでやっていこうかなというふうに思います。で、今日は掘り下げると言ったので1個の方を具体的にどのような練習をしていったらいいのかっていう初歩的な練習をの話をしていこうかなと思っております。で、もしね初めて見られてる方とかね、今さっきも言いましたけど、よりレベルの高い話だったりとか、この僕はですね、ジャズ屋でもありますので、ジャズのアドリブの話だったりとか、他の楽器さんに向けて、よりね、底力を上げるような練習の方法だったりとか、向き合い方みたいな話もたくさんしておりますので、もし今日初めて見られてる方とかいらっしゃいましたら、何卒まずはねご縁だと思ってチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとかためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。では早速行ってみたいなと思います。どうぞ。ベースベースベース。はい、どうもです。ここからはね具体的に、楽器を持って話をしていこうかなと思います。一般的にね一番たくさん使われているであろう一番ベーシックなジャズベースを、今日も持ち出して話をしていこうかなと思います。非常に気に入っているジャズベースでございます。非常にいい音してます。今日もよろしくお願いいたします。ではですね、まず2つのものっていうのを話しながら、具体的にこのチャンネルでおすすめしているような、内容っていうのを話をしていこうかと思います。でね、いつも見られてる方もね、ぜひね改めてという感じでね、最後まで楽しんでいっていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。まずですね、まずこの2つの話というのを取り上げながら話をしていこうかと思うんですけども、2つ何ぞやというと、まあこれは至極簡単なことでございます。1つは、音楽できている2つの要素ということなんですけども、1つは、音程ということですね。それから音のことですね。それからもう一つはリズムという2つの物理的な縦軸と横軸みたいな感じで僕は捉えてるんですけども、そのものでできているということになります。まあ当然やんけと思う人も多いかと思うんですけども、でまあ今回はそのうちの音というものにスポットを当てて、まあ初歩的な話をしていこうかと思うんですけど、
まあ僕はね、主に、このチャンネルでは、まあクラシック的な話ではなく、ポピュラーミュージックの話をしてます。もちろんジャズも含めてですけども、ラテン、ファンク、R&B、ロック、ポップス、まあハードロックとかヘビーメタルもそうだと思います。まあその一般的にまあポピュラーミュージックと呼ばれるような、J-POP とかもそうだと思いますけども、まあそのようなものを、中心に取り上げて話してますし、僕もそういうようなものを演奏して生業として生活しているんですけども、そういう風な音楽っていうのは、どのような感じで捉えていくと楽なのか、発展していくのか、応用が聞きやすいのかというと、それはコードということになってます。で、コードというと、もちろんね、こういう和音とか思い浮かべる人もいるかもしれないですけど、まあ、ベースだと和音を弾くわけではないんですけど、まあ、いろんな楽器の人が、すべての人が、分担して、そのコードを、曲のコードを表している、みたいな感じで思っていただけると結構です。で、コードというと、まあ、ちょっと難しいような感じもあるかもわかんないですけども、もちろんね、最終的にはちょっとした音楽理論的なものだったりとか、作曲者、編曲者さん目線っていうようなものも分かってくるといいと思うんですけど、とはいえね、まずはそんなの難しいと思うので、まず何をやっていただきたいかというと、コードとはいえですね、やはりその音の塊であるということには間違いないので、まあ、ドレミファソラシドだったりとか、まあ、アルファベットで読むと、まあ、C, D, E, F, G, A, B, C となりますけど、その音の指板の音を覚えていくというのが、まず一番最初に重要なものになってくると思います。で、まあ、こう言われると、楽器やったことない人だと、あ、当然だよね、そんなの当たり前のこと言ってるんじゃないですか、というふうに思う方も多いと思うんですけど、楽器をしばらくやられてる方だったりとか、まあ、下手すと何年経ってもそうかもわかんないですけど、まあ、タブ譜というものがね、世の中溢れていて、まあ初心者さんの方だとタブ譜というものに引っかかりやすいと思うんですね。まあ引っかかりやすいって言い方ちょっと申し訳ないですけども、まあまあそれに取り組む方が多いような感じもすると思うんですけど、そういう風なものをやっていると、実際音を覚えてなくても弾けた風になってしまうので、ってことはその音を覚えなきゃいけないというのをすっかり忘れてしまうという人も結構多いんじゃないかなと思います。で、具体的にこのね、例えばここ5フレットですとかっていうものっていうのは、まあもちろんそれは間違いのないことなんですけども、結局それ以上発展しないので、これがどういう役割なのか、どういう音なのかっていうのが、まあもちろん最初はちょっと勉強するのに時間がかかるかもわかんないですけども、それさえ分かってしまえば、どんどん発展していって、いろんな曲に応用が効く、もっと言うなら深いところで演奏ができるので、より最終的には、なんていうのかな。高いとこと言うとちょっと言い方悪いかもわかんないですけど、深いところで音楽を楽しめて、面白くなっていくという風な流れがあるんじゃないかと思います。しかもね、それってすごい難しいように思うかもしれないですけど、それを難しくないような状態で、簡単に小さな階段を登っていって、すごく上手くなるような方法で、まあ、たくさん説明しているのがこのチャンネルになります。そして、初心者さん、一番最初に始めてもらった人に何をやってもらうかったら、今さっき言ったように、指板の音を覚えるというとこから始まります。もちろん、その、まあ、いろんな音符を読めるかっていうのも大事ですけども、コードで表しているものっていうのは、アルファベット A とか B とか C とかで表していることが多いので、まあ、A マイナーとかですね。まあ、そのマイナーとかわかるかどうかっていうのも、まずはその A とか B とかっていう音が、指板のどこにあるかっていうのが大事になっています。まあこう言われると至極当然だと思うんですけども、まあ実際にこうピアノなんかね、ここにも置いてありますけども、ピアノやってない方ももしかしたら多いかもわかんないですけど、ピアノでドレミファソラシド弾いてくださいって言われたら、なんとなく弾ける人って結構いると思うんですよ。どの位置どこですかって言われたらここですとかって言える人多いと思うんですけども、じゃあこの楽器、ご自身がやってる楽器、これから向き合っていこうと思ってる楽器、どの位置どこにありますか？たくさんあると思いますけども、わかる人もいるかもわかんないですし、わかる場所があるかもわかんないですけど、瞬時にパパパッと言える人がどれだけいるかというと、やっぱり決してそんなに多くないんじゃないかなというのが、現実だと思うんですよ。もしくは使えれるレベルまで到達してないんじゃないかなっていうのがあると思うので、まあ、この先ね、もちろんこの音を覚えていくということで、一番最初に初歩的なものとして、どういった練習をしていくといいのかっていう話を具体的にこの後していこうかなと思っております。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、こっから具体的に音を覚えていく方法ということで、すごくベーシックな方法を話していこうかと思うんですけども、まあ、よくね、本とか見ると、こう、指板の図とかがあってですね、アルファベットが書いてあって、これ丸暗記してくださいみたいな感じのこともあったりすると思うんですけど、非常に効率よくないんじゃないかなと僕は思ったりします。しかも、指板の音だけを覚えるというのは、まあもちろん、まあ悪い話ではないんですけど、まあ実際使えるためには、3つの方向から音をきちんと理解できるのが大事なんじゃないかなと僕は思っているので、その指板の音を覚えるだけというのでは、やっぱその3分の1しかできてないことになりますので、
まあ、3つの方向のからね、きちんと見れるような練習をしててもらいたいなと思っております。で、3つの方法っていうのはどういうことなのかというと、1つは、まあ、その音符が弾けるってことですね。まあ、今回、まあ、平音記号を出そうと思うんですけども、まあ、ベースなのでね、低音楽器なので、低い音を表す平音記号がよく用いられますけども、平音記号が読める、まあ、弾けるということですね。それから、まあ、指板の音がわかる。そうすると、おのずと言えることっていうのが、その音が、平音記号の譜面を見て音が何か言えるっていうことですね。で、まあ、こう言われると、いや、そんなのどれも一緒やんというふうに言う方もいらっしゃるかもわかんないですけども、まあ、実際、同じことをね、三方向から見るのと同じような話をしてるんですけども、これ一つだけできるとか、二つできないよとかっていう人も世の中実際存在するので、まあ、この三つのものがね、同時に、同じように育てられるといいかなというふうに思ってます。で、それの方法なんですけども、まず僕がお勧めしているのは、開放弦の音符を読めれるようにして、そしたら、各々の弦の3フレットまでを覚える。そうすると、まあ、そっからね、ベースにまつわる感動と涙のスペクタルな話、涙なしには語れない聞けないっていう話、まあ、話してますけども、まあ、3つの法則の話ですね。法則の話をしていくと、まあ、こっからここまで探せれるようになっていくんじゃないかなと。で、それを、まあ、できるようになったら一応探せるようにはなりますけども、そっからね、まあ、いろんな譜面を読んでみたりとか、まあ、いろんな練習をしていくことによって、まあ、よりね、瞬時に探せるようになっていくんじゃないかなというのが一応お勧めしている方法になります。ではね、ちょっとね、まず開放弦のものっていうのを具体的な譜面を取り上げて、説明していこうかなと思います。見ていただきたいなと思います。出してみます。ほい。出てきました。何らかの形でね、二つに渡って出てると思います。で、僕ちっちゃくしてると思いますけども、こう出ているもの、向かって左側っていうのは説明が書いてあります。まあ、音符が書いてあってですね、まあ音の高さが書いてあって、D とかって言って、細い弦から2番目とか説明書いてあると思いますけども、これを具体的に当てはめて、まあ音を分かりやすく覚えていくというふうな感じになってます。まあ、とはいえですね、たった4つの音なので、そんなに難しい内容ではないんじゃないかなと思います。で、まあ、これをね、まずどうしていただきたいかっていうと、もちろん最終的には弾いてもらうんですけども、まず一番最初順番にね、一番最初の音何かなっていうような感じで探してもらいたいんですよ。この時に、そのシャープ1っていうふうに問題が書いてある方に、音名とか書いてもらいたくないんですよね。書いちゃうと絶対そっちの方を見て覚えちゃうので、そうするといつまで経っても覚わらないという現象が起こるので、必ずこのように横にね、並べて、まずは音当てクイズみたいなのをやってもらいたいなと思います。これまでね、動画ですと音当てクイズみたいなのも動画にしてたりするので、一応ね、それも上に音を知るみたいな動画上げてたかもしれないですけど、そちらの方とかも、まあ見ていただくと、まあ音当てクイズなんかもやってより覚えやすいんじゃないかなと思います。で、まあ、パッとね、シャープ1見ていくと、横っちょのもんと比較していくと、まず一番最初、一小節目が D の音ですよ、と。これ、開放弦から、細い弦から二つ目の音ですよ、と。そして次、A の音ですよ、と。そして次が D の音ですよ、そして次、G の音ですよ、みたいな感じになってると思うんですよね。で、これを、まず、ランダムとかでもいいですし、順番でもいいので、自分でこのように音を回答しながら、音を、その弦を弾いて、いくつか調べていくみたいな感じで、試してもらいたいなと思います。で、並行してね、僕の音当てクイズ、その音を知るの初期段階でいっぱいありますので、音当てクイズをいっぱいやってもらうと、この辺が、まあ、瞬時に答えれるようになってくるんじゃないかなと思います。そしたら、そっからですね、まあ、実際にこれを弾いていただきたいんですけど、その時に僕は絶対使ってもらいたいなって思っているものっていうのが、よく話しているのがメトロノームでございます。メトロノームを使って練習するかどうかっていうのは、まあ、この後リズムの話も次回しますけども、めちゃくちゃ重要です。自分勝手に好き勝手弾いてても、そんなのは弾けたうちに入らないです。やっぱり長さっていうのは的確にしっかり伸ばせれるかどうかっていうのが大事なので、その辺を意識してやっててもらいたいなと思います。で、今回、まあ、メトロノーム80で鳴らしますけど、こうなってるものが、1,2,3,4,2,2,3,4 と四分音符で鳴ってると想定するので、そうすると一番最初に白丸の棒、これ二分音符というので、まあ二個分鳴ってる分伸ばしていく。そして三段目からの四分音符、黒い丸に棒が四分音符なので、クリックと一緒のところで鳴らしていく。最後の一個だけある丸で白丸で書いてあるものっていうのが、全音符、4つ分伸ばすってことですね。で、次の小節の頭で音を切る。つまり5つ目で音を切る。みたいな感じでやっていってもらえるといいと思います。もちろんこのような簡単なものでもリズムっていうのは存在します。で、次回話すのはもうちょっと複雑なリズムの話をするので、この音を覚えながら、このリズム譜もきちんと読めれるというのが大事になってきます。そして、このコード譜を最終的に読んでいくといいと言ったけど、このように、まあ、クラシカル的な感じで、オタマジャクシを読んでいくのってどうなんかと
思われる方もいらっしゃるかもわかんないですけど、この後に話すようなリズムの練習とかっていうのは具体的な音符を読んでいって、感覚ではなく物理的にきちんとどういう風に弾いてるのかって理解して弾いていくことが大事なので、その時にやっぱり多少ね、平音記号を読んできますので、もちろん慣れていってもらいたいなという風に思っております。ではね、ちょっとね、具体的にこのシャープ1やってみたいなと思います。やってみます。1,2,3,4。感じになります。でこの時に注意点なんですけども、まあこれ音程の問題じゃないんですけども、リズムの話なんですけど、一個一個の音をきちんと伸ばしてあげるってことですね。例えばこう二分音符とかをこのようになってしまったり、同じ弦を弾くことが多いので、早く触っちゃうと、音がね、短くなってしまうので、しっかり音を伸ばすということをまず意識してね、やっててもらえるといいかなと思います。今後のリズムの話もそこがすごく重きを置いて話をしてきますので、そこを意識してみてください。で、これが一応シャープ6まであります。そうすると、まあ、開放弦に関してはしっかり覚えていけれるんじゃないかなと思います。で、次ね、ちょっと一回区切った後に、3フレットまでのということで、一箇所例だけ上げて、説明してというふうな感じでやっていこうかなと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、開放弦が、まあ一応6番までやってもらったという想定で、次の段階で押さえていく弦を実際覚えていこうというふうな話を少しして、今日は終わりにしようかなと思います。あくまでもね、今日は短めにギュッと凝縮して話してますので、今日の話を見て興味が湧いた方とか、上手くなりそうだなと思っていただいた方はね、先に挙げたものもね、見ていただいて、しっかり向き合っていただけるとね、内容なんとなく分かってるだけではね、厳しいと思いますので、しっかり練習していただいて、ものにしていってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。では、譜面出してみたいなと思います。ほい。出てきました。今さっきと同じように、向こう、横並びになってると思います。また左側にね、答えが同じように書いてあるんですけども、今回ね、E と A と D と G と全部の弦書いてありますけど、左側に出てるものは G だけの、G の弦だけの3フレットまでのものを取り出してます。で、説明の方を見ていただくと、1、0、1、2、4と書いてありますけど、これもね、僕押さえ方が、まあ、初心者の方もそうですし、僕もそうですし、なんだったら世界的に有名な著名な方とかも、この僕の押さえ方と同じ方法を弾いてんのに、初心者さんだと、それあんま使ってる人いないよねっていう理不尽な方法が普通に本に載ってて、それで悩んでる方も多いので、一般的に本とかに載ってないような、まあ、弾きやすい、弾き方の真実みたいなこと言うとちょっと大げさですけども、みたいなね、ホームの形の話もしてる動画もあるので、それも上上げときますので、よかったらそちらも興味がある人見てみてください。で、僕のその押さえ方だと、人差し指、中指、小指を使って3箇所を押さえていくという風な感じになってきますので、まあ、つまり1の指が人差し指、2の指が中指、4の指が小指という感じで、まあ、0、1、2、4という風に書いてあります。それを1フレット、2フレット、3フレットと順番に書いてあります。で、まあ、そのシャープフラットの読み方があるので、まあ、2種書いてあるというような感じになりますけど、この G の弦、どのような感じでやっていくといいのかというと、こちらも開放弦の時と同じような感じでやっていきます。まず順番に見ていただくと、シャープ1のね、ものが出てると思いますけども、シャープ1という風なもの、一番最初のこの音何ですかっていうと、左側のものと見比べて探していただくと、G の弦の中に入っていると思います。B フラットだということがわかると思います。3フレットを4の指で押さえるという感じになっています。次の音これ何なのかなったら、これ A の音だっていうのが見えてくると思います。次 B フラットですね。次 A フラットと。で、これも同じように最初はメトロノーム鳴らさずに、音を確認しながら、しっかりとね、横並びにして、これもね、B フラットとか上に書かずに、声に出しながら一緒に演奏してみてください。大体これを3回し4回しもしてる間に同じようなものが出ているので、さっと言えれるように弾けるようになってくると思います。
そしたらやはり同じくメトロノーム80で鳴らしてあげて、このまま弾いていきます。これ2分音符なので簡単だと思います。3、4みたいな感じで、途中までになりましたけども、やっていくといいと思います。これがちなみに、各々の弦で3個ずつ問題用意してて、各々の弦がある。で、まあ、だいたい見てると初心者さんの方でも、まあ、1個10分、15分か20分ぐらいでできる人がほとんどだと思いますので、決してそんな多くの時間はなくても覚えられるんじゃないかなと思います。そして指板の音ね、自問自答で自分でこう当ててやっていけれるといいんじゃないかなと思います。そうこうしてる間に、まあ、大体、まあ、平均ですけど、これ、ベース始めたばっかの人で、楽器やったことない人でも、大体平均2ヶ月ぐらい。早い人だと1ヶ月ぐらいで指板の音全部覚えますので、もうね、数字をちまちま追いかけてるよりかは、全然このような感じでね、音を覚えててもらえると有意義なんじゃないかなと思います。でね、それ以外にも音を覚えたらどうやって具体的に使っていくのか、どのように練習していくのか、先行きですね。っていう動画もね、たくさん上げてますので、よかったらね、ぜひ参考にしてみてください。よろしくお願いします。そして最後に一つだけ、ちょっとね、重要な話というか、前にも話したことあるんですけど、初心者さんにね、ぜひね、聞いていただきたい、これから始めようと思っている方にぜひ聞いていただきたい、まあ、例え話っていうのがあるんです。それは何かと言いますと、例えば今回話したものっていうのは、音楽で言うならば、まあ曲ではなくベーシックな練習になってくると思います。で、まあ実際音楽をやり始めると、まあタブ4なんかを使っていきなり曲をやる人って多いと思うんですけど、音楽に関して言うと。でもこれスポーツに置き換えるとってことを友達とよく話するんですけども、例えばサッカーなりバスケなり何でもいいと思うんですけど、皆さんじゃあこれからスポーツやりましょうって言った時に、じゃあ部活とかね行ったりとかして、じゃあいきなりサッカーですってサッカーやりましょうって、はい試合出てくださいって言って、ね、パスも仕方もわかんない、ルールもわかんない、ボールの蹴り方もわかんないっていう状態で、試合やりますかっていう話なんですよ。で、音楽においては曲をやるっていうのはある種曲、まあ、試合になると思うんですよね。で、まあ、サッカーの場合だったりするならば、絶対にパスをやったりとか、練習したりとか、ドリブルの練習したりだったりとか、シュートの練習したりだったりとか、なんだったらルールを覚えたりとか、勉強したりとかすると思うんですよ。でも、なんでじゃあ音楽だけはいきなり試合ができると思うのっていう話なんですよ。やっぱり、試合、まあ曲っていうのは、まあ全ての基礎的な練習の集合体だと思いますので、やっぱりある程度ハードルが高いわけですよね。それを一見ごまかしたような数字並べ、まあタブ譜でやってしまって、なんとなくできるような振りにしてしまうっていうのは、確かにできる風には思えるかもわかんないですけど、やっぱり本当の意味で上手くなっていくといった意味では、すごく遠回りにもなりかねないということだと思うんですよ。だったら、やっぱりね、まあ、等身大に合った、簡単な練習を基礎的な練習、ドリブルだったり、パスだったりとかと同じような練習をしっかりと積んでいくことによって、試合でも有効に使えれるようにしとけば、いろんな応用ができる。A という試合という B という試合があったら、これ共通してたら、同じテクニックが使えるものだっていっぱいあると思うんですよ。そのような練習に向き合っててもらうといいかなと思います。もちろんね、せっかく趣味で始めたものだと思いますので、まあ、すぐ終わるということはないと思うんですよ。半年一年以上続けるというのであれば、やっぱりこのような練習に向き合っていただけれると、まあ、先行きね、もっともっと明るくて、まあ、音楽を通して人生が豊かになっていくんじゃないかなというふうに思ったりもしています。まあ、このようにね、このチャンネルではね、表面上でポロポロっと弾けてというようなね、まあ、3分で弾けるとかね、3日で弾けるとか、そんな話ではなく、きちんと向き合ってくれるような現実的に上手くなるような話をね、そしてより効果が出るような話で、たくさん説明しているチャンネルでございます。もし今日初めて見られている方とかいらっしゃいましたら、何卒ね、めちゃくちゃ上手くなるような内容いっぱい上げてますので、簡単なものもたくさん上げてますので、よかったら一番最初から見ていただけるとね、古い動画ちょっと恥ずかしいですけども、見ていただけると嬉しいなというふうに思っております。まあそんな感じで今日はこれにて終わりにしようかと思います。次回はね、同じような感じでリズム用のもっとベーシックなね、ちょっと行き詰まってる人向けのね、ハードルを下げた内容をね、今までの中でも特に、分かりやすく下げた感じの話で、説明しようかなと思ってますので、もしよかったら次回も見ていただけると嬉しいなと思います。そして、今日初めて見られてる方、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録よろしくお願いいたします。たくさんこのような動画上げてますのでね、よろしくお願いします。そして今日も少しでも面白かったとか、ためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いします。ではね、今日はこれにて終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼しまーす。